アイスランドノルウェースウェーデンフィンランドデンマークデニッシュデザインセンターにてスウェーデン版のウィンザーチェア北欧デザインは北欧のスカンディナビア諸国及びフィンランドにおけるデザインの総称スカンディナビアデザイン戦後デンマーク系アメリカ人のフレデリックルニングがアメリカ国内でスカンディナビアのハンドクラフト製品を輸入販売し人気となったというデニッシュモダーン スウェーディッシュ、グレースなどの造語も生まれた。ルニングは1951年にスカンディナビアのデザイナーを対象とした賞、ルニングプライズの創設もした。スカンディナビアの4カ国は、その後、アメリカ国内でデザインの巡回展も実施し、観光立国を目指した。1957年には、金衡家のヤコブ・トーシュトルップ・プリッツにちなむ、ヤコブ賞が創設。 ノルウェー文化省が設立したノシクフォルムから授与される。そして様々なデザイナーが登場し、1950年代から1960年代頃に流星したと言われる。シンプルモダンという世界的な認知が多いという指摘もあり、スカンディナビアミニマリズムという概念を取り入れた特徴のものもある。範疇として北欧建築を含む場合もある。北欧家具に関しては、 長く厳しい冬に、室内で過ごす時間が多いという状況から、飽きのこないシンプルなデザインと、機能的で長く愛用できるような実用性を兼ね備えた家具が誕生したのではないかという説がある。ノルウェーにおいては、冬の日照時間が著しく短いため、室内照明器具が暮らしの重要な役割を担っているという。北欧雑貨も、家で過ごす時間が楽しくなるなどの特徴が、 見られるという指摘がある。諸説あるが、代表的なノルウェー発祥のデザインとして、チーズスライサー、自在アームのランプなどを上げる例がある。ペーパークリップは、ヨハン・バーラーが特許を取得した。日本では、インテリア企業に関しては、1974年に、IKEA が、1998年に、イルムスが日本に出展している。参考、デンマーク・フィンランド・スウェーデン。 ありがとうございます。